紹介をしたいと思います。私が巷を行う際にポイントとしている点は、まず釣り手の位置です。釣り手は基本、相手の鎖骨あたりに釣り手を持っていくようにしています。引き手においては実際に試合ランドリー等ではなかなか相手の肘の下あたりをこう持ちに行くというのは組手の状況によっては難しいんですが、技を習得する際には私はいつも基本の形を意識しているので、なるべく肘の下あたりをしっかりと持って、打ち込みや投げ込みをするようにしています。この釣り手引き手の2つの持つ場所を意識して、次に足の置く位置です。相手の、足に対してちょうど三角形を作る形で一歩目を踏み込むようにしています。そして、軸足ですが、あまり深く入りすぎずに置いた位置に対して添えるように軸足を持っていくようにしています。次に投げる際の跳ね上げる場所ですが、人によっては深く入れて腰で跳ね上げる打ち方を行う人もいるかと思うんですが、私の場合は相手の内ももの内側あたりを自分自身のお尻のやや下あたり、ももを当てるようなイメージで跳ね上げるようにしています。釣り手引き手、足の置く位置、軸足の位置、また跳ね上げる位置を意識した上で投げ込みを行う、または打ち込みにおいても形を意識して打ち込みを行う、こうして習得していきました。内股につなげる応用としてよくやっていたのが、まず大内刈り、足技である大内刈りで一度引っ掛けます。引っ掛ける位置としては相手の膝裏あたりにまず自分のふくらはぎを当てます。その時に相手は大内刈りで投げられないように反応するので、その反応で腰が少しやや引けた状態、腰が引かれた状態になった場合、そのまま内股に切り返します。内股に切り替える際のポイントとしては、大内刈りで引っ掛けた時にこの軸足が非常に大事になります。腰をここで切り替えます。基本重心の置いている位置は自分自身の母子球あたりで重心を変えるようにしています。一度引っ掛けたら、この軸足となる母子球に重心を置きながら向きを変えて内股に切り替えるような形で、大内刈りから内股をかけるようにしていました。
仮四つにおける内股のかけ方を紹介したいと思います。実際に仮四つで組み合う場合、多い形としては相手が自分自身の体を捨てて変形になる、自分自身の、私自身の釣り手の方に重心をかける、まあ、こういった形がよく見られると思いますし、私自身も試合において相四つと組み合う場合はこのような形が非常に多かったです。この時に大内刈りをかけようとしてもなかなか相手との距離が生まれているのでかけづらいので、この際に自分自身がまず相手の正面に立つように移動します。でここで移動するためにまずこの上半身の部分をどうにかしなくてはいけないので、ただ単に横に移動するだけではなかなか体が崩せないので、私はまず相手の、内側の足をまず小内刈りのように払います。でここで一度相手に、足技をかけることで重心もそうですし意識が下に向くので、その下に向いた時にこの上半身が緩んだ時に、自分自身の肩をずらすようにします。この肩の動かし方が非常に難しいのですが、自分の、道着の中で肩をずらすようなイメージで持っていくと一気に相手と、正面に立つことができます。ここで見てわかるように大きく移動しているわけではなく、やや足を払うのと同時に上半身を動かす、これを同時に行うことで一気に相手の正面に立つことができます。でここで正面に立った時に内股一気に出して相手の場合は、投げるようにしていました。喧嘩四つの場合に対しての内股の入り方を説明します。実際にこの状態から入るってなると相手との距離が生まれているので、この場合も相四つと同様に自分自身が相手の前に停滞するような形で自分自身が移動するような形で入ります。ポイントとしてはただ単に上半身を固めた状態で足だけで移動するのではなく、この時自分自身の上半身っていうのを少し緩めた状態で若干こう膝を曲げると同時に力を抜きながら自分の肩をずらすようにしています。こうした動きを入れてステップとしてはまず、自分自身の、左足を一歩目ずらす、ずらして右、展開なので左右というように、相手の正面に立つようにします。でこのステップに合わせて今の上半身のずらしも同時に行います。バツ重をし上半身をずらし一歩目、左から入って左右と移動します。これを連動させて少し動きを、お見せしたいと思います。このような動作で相手とに対してこの位置から次に、相手と正面に立つような形で立った後ここで内股を仕掛ける
というような形で展開図を入るようにしています。展開図の相手に対して今度は肘をまっすぐ立てて、状況によってはややこうアーチ気味に相手との私自身と この距離を保とうとする選手というのもやっていて多かったんですが、基本はこのように釣り手を突っ張る形で距離を空けられている場合になかなか力だけでは距離を詰めることができない、また上からも肘を入れることができない、最後は下から組み替えることも可能ですが、下から組み替えようとしても肘を入れられるのでなかなか状況が変えていけないといった状態の時に、私自身は実際にこの状態からまた自分の肩を使うんですが、若干、この自分の胸のあたりを前に出すようなイメージでずらします。実際には2つ組み合っているのでなかなかこのように前には大きく崩せることはできないんですが、ポイントとしてはこの今ある釣り手の相手の位置を若干前にずらす、自分のこの鎖骨のあたりにある位置からやや内側に移動させるようなイメージで自分の肩を動かします。この時に釣り手、相手と釣り手と自分の釣り手との間に若干こう隙間が生まれるので、このスペースを利用して詰めるような形で大内刈りを引っ掛けます。そしてその後に内股で切り返すような形をしていました。実際このまま一発で内股に行くことも可能ですが、相手の状況を一度崩すためにもまずは足技、大内刈りで相手の重心を崩しながら内股に切り替えるような形の方が非常に入りやすいですし、無理な体勢からの内股にもならないので、上半身をずらす、そして自分のと相手の釣り手の位置ですねに少しスペースを作る、そして大内で崩してから一股に切り替えというような入り方をしていました。主に強みとなる技が大内刈り内股の足技になります。この技を習得するためには本当に実際に使える技、試合で使って相手に対して効く技でなければいけないので、まずは習得方法のまず初めの段階としては基本となる形を徹底して体に染み付けることで、そこからできた際にいろいろランドリーの中で試すことで相手にいろいろ反応される、抵抗される、そこに対して効かない、どうして効かないのかっていうところを考えて応用を膨らませていく、そこで、単体でその技を使うのではなく足技をうまくつなげながら、前後の技、左右の技をつなげながら最終的には大内内股で、投げ切る形を何度も何度も反復を繰り返して試行錯誤しながら、身につけてきた技になります。基本となる技っていうのは主に私が使ってきたのは足技が中心ですが、左組だから左の足しか使えない、右において右しか使えないっていうような、偏りではなく、打ち込みの段階でも常に左右の足を同じような動作で
行えるようにっていうのは意識して反復していました、まあ、そういった形を作り上げることによって、まあ、実際に相手がいろいろな形で反応した際に足技が出せる、上半身への連動、上半身を使いながら足技を使うことができる、まあ、上半身が固まった状態で足技を仕掛けてもなかなか崩すっていうことはできないので、上半身の連動の中に足が使える、それをこう組手の中に入れていきながら、相手をより崩して動きの中で崩していきながら最終的に得意な形に持っていくような、まあ、方向に、最終的には持っていくために、練習の中の工夫としては常に、まあ、どの技に対しても左右の技を行うようにしていました。実際に自分の得意ではない、まあ、主に担ぎ技っていうのは私自身現役の時はあまり使わなかったんですけど、練習の中でその技を使えないからやらないではなく、まあ、例えば担ぎ技、背負い投げにしても一本背負い投げにしても、左右打ち込みの中で取り入れることで実際相手と組み合って、まあ、相手の反応、防御にも生きることができますし、いろいろな方向に対しての体の反応にもつながっていくっていうような、まあ、そういった自分で工夫をしながら、意識づけをしながら、技を行うようにしていました。